ロッテルダムダービーは、オランダ、南ホラント州、ロッテルダムに、本拠地を置く、サッカークラブ、フェイエーノールと、スパルタロッテルダム、SBV エクセルシオールの対戦のことである。特にそれぞれの対戦のことを指すが、3クラブのクラブ間、選手間、サポーター間の漠然としたライバル意識を指すときにも、使用される。ロッテルダムは3つのプロサッカークラブを持つ、オランダ唯一の都市である。 なお、複数のプロクラブを持つオランダの都市は、ロッテルダムの他には、アイントホーフェンしかない。アイントホーフェンには PSV アイントホーフェンと FC アイントホーフェンの2クラブがあり、両者の対戦は、ライトシティダービーと呼ばれるが、PSV アイントホーフェンがエールディビジ優勝回数21回を誇るクラブであるのに対して、FC アイントホーフェンは、歴史の大半を、 エールステ・リビジで過ごしているため、実際に、ダービーが行われることは少ない。近年のロッテルダム・ダービーは穏やかであり、もはやクラブやサポーターが激しいライバル意識をむき出しに、することはない。ロッテルダムは、首都アムステルダムに次ぐオランダ第二の都市である。2015から16シーズンは、フェーノールトと SBV エクセルシオールがエール・ィビジに、所属しており、スパルタ・ロッテルダムが、 エールステ・ディビジーに所属している。ロッテルダムで最も有名なクラブはフェーノールトである。フェーノールトはロッテルダム南部のフェーノールト地区に位置し、AFC ・アヤックスや PSV やイントホーフェンと共にオランダの伝統的三教に数えられる。スパルタ・ロッテルダムは1888年に設立されたオランダ最古のプロサッカークラブであり。 ロッテルダム西部のデルフシェイブン地区近郊のスパンガンに位置する。SBV エクセルシオールはロッテルダム東部のクロリン地区に位置し、オランダで初めて労働者階級のクラブとして設立されたクラブの一つである。エール・ディビジではフェーノールトが14度、スパルタ・ロッテルダムが6度優勝しており、オランダで全国リーグが開始された1888から89。 シーズンにはアマチュアの VV コンコルディアが一度優勝している。SBV エクセルシオールはエールディビジで優勝したことがないが、エールステディビジで3度優勝している。ロッテルダムで最も白熱するダービーは、フェーノールトとスパルタによって行われるダービーである。この対戦では、数々の名勝負が繰り広げられてきたが、両者のライバル意識は以前ほど凶暴でないとされる。 二クラブのライバル意識は主に歴史的なサポーターの階級の違いによるものである。1888年、スパルタは上流階級出身者のみで創設されたが、20年後にフェーノールト地区に創設されたフェーノールトは、スパルタとは対照的に労働者階級が中心であった。文化や背景の違いは両クラブ間に様々な圧力を引き起こした。 1921年にはフェーノールトが創立以来、初めてオランダ1部リーグに昇格したが、同時にスパルタはオランダ2部リーグに降格した。そのために公式戦でのダービーは行われず、どちらがロッテルダム最高のクラブか決めるために親善試合の開催が企画された。スパルタスタジアムで行われた試合は4から2で、フェーノールトが勝利し、それまで不動のものであった。 スパルタの優位が初めて由来だ。1922から23シーズンには公式戦で初となるダービーが行われた。当時、ロッテルダムで最も成功を収めていたクラブはスパルタであり、前年度の親善試合の敗北のリベンジを期したスパルタが2戦とも1の0で勝利した。直近のダービーは2010年4月に行われ、ケーノールトが3から0で勝利した。 2009から10シーズン終了後に、スパルタがエールステディビジーに降格し、それ以降はダービーが開催されていない。このダービーは、タイトル数や、近年の成績の観点から、ヘーノールとの後陣を排すにクラブによって行われる。エクセルシオールは、ロッテルダム東部のクロリンクルーズウィックに拠点を置き、スパルタはエクセルシオールより、市中心部よりのスパンガンの出身である。 両者はその歴史によって明確に区別されている。スパルタは1888年創設でオランダ最古のクラブであり、1900年代から1910年代、1950年代後半から1960年代前半に全盛期を迎えた。エクセルシオールは1902年創設であるが、これまでに主要なタイトルを獲得したことはない。したがって、 両者のライバル関係は白熱したものではない。2010年6月、エールディビジに在籍していたスパルタとエールステディビジに在籍していたエクセルシュオールは、ナコンペキティと呼ばれる昇降格プレイオフで対戦した。エクセルシュオールは、エールステディビジで3位に食い込んで、昇降格プレイオフに出場できただけに過ぎないため、スパルタがプレイオフ勝利の本命と目されていた。しかし、 スパルタの本拠地のヘッドコステイルで行われたセカンドレグではロスタイムにエクセルシオールが2試合合計で同点となる得点を決めアウェーゴール差でエクセルシオールがエールディビジ昇格を決めた3者の対戦のうち最も穏やかなのがフェイエノールトとエクセルシオールのダービーである両者は共に労働者階級に支持されてきた過去を持ち1979年以来 長い間提携を続けており、1996年には契約によって提携を強化した。エクセルシオールは平ノールトに選手供給を行うクラブであり、平ノールト所属の若手有望選手をレンタル遺跡で獲得して経験と練習を積ませている。2009年にはより一層の連携強化で合意し、平ノールトアカデミーと呼ばれるユースアカデミーの統合を出始めとして、 両クラブのリザーブチームを合併させた。また、エクセルシオールのトップチームは引き続きフェーノールとの若手育成クラブとしての役割を担った。両クラブが提携を結んで以来、エクセルシオールのサポーターや選手の間には徐々にフェーノールとに対してのライバル意識が芽生えていったが、フェーノールとのサポーターや選手はシガにもかけなかった。 エクセルシオールのサポーターの大部分は、フェーノールトとの提携に批判的であり、サポータークラブのミヒエル・バンデア・ニュート会長は、エクセルシオールは提携の延長と同時に魂を売った。要するに、エクセルシオールは生きることをやめたわけだと主張した。これに対し、ダービーでの活躍は近い将来に、フェーノールトに引き抜かれるチャンスであるため、エクセルシオールの選手は、 ェイノールトとの試合は普段以上のモチベーションにつながると発言している。2009から10シーズン終了後にエクセルシオールがエールディビジンに昇格し、2010から11シーズンには再びダービーが実現した。シーズン最初の対戦ではエクセルシオールが3から2で勝利した。ありがとうございます。